アミちゃんナムルの準備や。まあ、人参切るぐらいやな。人参切ってほうれん草ちょんちょんちょんってやって。で、パーね、もやしパーです。もやしパーですね。ということで、もう湯沸かしてますので、よし、さっき人参をわっとやって。よし。これも人参はもうええとして、これも入れてまえ。ほうれん草全部いってまおうかな。全部いくで。全部いくぞ。よし、まあ、何してんねんっていう感じやけど、もうバラバラじゃなくどんどん入れていこう。ガラスープ小さじ1やから小さじ1でいこう。小さじ1強でいいと思うね、私今までの経験上。なんでか言ったら、未水分がちゃんと絞れてない時あるのよ、これね。これで入れていきましょう。お醤油、大さじ 1.5 やな。うん。つるるるるるる。なかなかなほうれん草の量ですけど、食べるからな。ありがとう。アミちゃん、ありがとう。あなたのおかげで、子供たちがほうれん草を食べます。よいしょ。タンタランタタンタンタタンタタンタタン。ここにさっきごま油入れてもらおうか。ごま油。ね、ちょっと待ってね。うん。うん、おいしい。ちょうどよかった。うん、最高。これまた味なじんできたらもっとおいしくなります。ごま入れましょう。軽くラップしてます。